はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。山根様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。ソースの国の混乱や勘違いや翻訳ミスを偽装し、まるっきりの捏造報道、洗脳報道、プロパガンダをかましてですね、炎上する前に記事を削除するのが得意な共同通信の経理部次長がですね、1.3 億円を横領し逮捕だそうであります。何にせよ共同通信に被害が出たのは喜ばしいことなんですけれども、ネットの反応です。会社ぐるみじゃねえの、共同通信イコール北朝鮮だし、懲戒解雇だけかよ、甘すぎる。弁償はさせたんですかね、弁済。犯人は外国人ですか。次長が 1.3 億円も横領して部長言及のみってどういうこと。産経しか報道してないの、草。横領次長の名前出せよ。なんで次長の名前は出てないの。七市報道ってことは、てんてんてん。業務上横領でなんで逮捕されてないんだ。経理を外注ってバカすぎない。バカすぎますね。犯人の名前が出ないって通名だから。名前が出ないってことは、まあ示談で刑事にはしなかったことですね。1.3 億円もこいつが弁済できるわけもないから、共同通信が表沙汰にしない、刑事裁判にしないことを優先したってことでしょうね。1.3 億円損こいても大ごとにしたくないんです。あれこれ掘られたくない。なのでテレビでは一切やらず、産経新聞だけが報じている。裁判ってなるといろいろ根掘り葉掘り、掘られまくから、 1.3 億円損してもそれは嫌ってことだったんでしょうね。そうするとだ、共同通信社は社の金をいくら横領してもクビになるだけで弁償しなくていい。捕まらないってことになりますね、これ。共同通信の社員の〇〇さん、私はあなたの脳に直接話しかけています。あなたの会社の金を横領し放題です。このめちゃくちゃな事実を同僚に広めてください。共同通信の社員の皆さん、会社の金盗んでもクビになるだけです。いくら盗んでも、1億円以上盗んでも、クビになるだけです。逮捕もされません。留置所に行かんでもいい。耳が痒くても耳かきない。留置所ね。5日に一度しか風呂ない。私は苦ではなかったですけれども。薄くて硬い布団で、手錠で長時間の地検への、日帰りバス旅行。これ地検調べっつって、東京地検に、バスで送ってこられて夕方帰ってくるんですけど、それもない。毎日毎日ちくわの弁当食わなくてもいいってことだな。共同通信社員の皆様は1億円以上泥棒しても返さなくてもいいし、クビになるだけで留置所行かなくて済む、いうことですね。そのぐらいダークな会社ってことですよ。いろいろバレると1億円よりもやばい。1億円損しても隠したい、やばい会社。朝日新聞絶叫、日本政府は半導体事業に投資すんなー、そんな余裕はないはずだー。なんかね、絶叫してて、元記事読みましたけど、かなり苦しい理論展開ですね。こんなの納得できるのは朝日新聞読者ぐらいかな。現在300万人以下であります。400万部切ったってこの前騒ぎになってましたけれども、報道になってましたけれども、押し紙ありますんで、実際に読んでるのは300万人以下、もしかしたら200万人以下かもしれない。これはホテルとか、そういうとこにタダで置いとく部分がありますんで、ひょっとしたら400万部印刷してっけど200万人以下かもしんないな。ネットの話、よっぽど嫌なんだな、よっぽど都合が悪いんやな。脱中国、脱韓国になるからそりゃ必死。わかりやすいな、おい。ほんと日本の国益になること嫌うよね。新聞に軽減税率をする余裕はもっとないんだが、新聞が 8% っておかしくないですか。赤ちゃんのミルクとかが 10% で、介護のおむつとかが 10% で、新聞が 8% って
おかしくないですか？これは財務省が新聞を操る手段として、優遇してるんですけどね。新聞取る余裕ないからやめます、ここまで未来を考えないことを平気で書くからこの新聞も未来がないんだよ。昔似たようなことを言って事業仕分けとやらをしていた人たちいたね。円安でそれやられるとよっぽど困る国があるようだな、あるんですね。すぐ近くに都合が悪いとすぐ子供、女性、ご老人、脱炭素が出てくるんですよ。朝日新聞が反対するってことは推進すべき、朝日が反対なら推進すべきであります。朝日のこの発狂具合だったら投資額を倍増してもいいぐらいだな。もっと増やせ、それが帝国と皇室の分家たる我々の利益、シンプルかつ正確な、かつ普遍的、マカラム MI6-5 長官、これ内務省の、国内担当の情報部ですね。よく聞くジェームス・ボンドがいる MI6 は対外情報部、外国情報部、中向けには MI5、長官。今年に入ってロシアの政府機関の職員など600人以上が欧州から追放された。うち400人以上がスパイだったと見られる。中国も盛んにプロパガンダしとる。この活動は今後強まるだろう。11月16日記者会見で言っておりました。中国も議員やメディアに猛烈に働きかけて自国に有利な世論形成をやってる。スパイかな、扇動流言ですかね。ネットの話、日本にはもっといます。胸をこれどうすんの。明らかにってやつ国会にゴロゴロおるやんけ。日本でこれやったら野党の議員がいなくなりそう。野党だけでなく与党にも思いっきりスパイいるぞ。松下新平でしたっけ、中国人女性、に特別な役職与えちゃって議員会館に出入りさせてるっつうね。自民党、日本もスパイ防止法ぐらい作れよ。スパイ防止法すらない日本やばすぎ。そのスパイどもに全力で反対されっからな。スパイ防止法に反対するのはスパイかその仲間、あるいはこれからスパイをしようとしている連中ですね。立憲共産社民令和の議員はほぼ、日本人を人民軍に差し出したい外観誘致主義者のスパイです。NHK 民放全局と読売朝日毎日中日東京新聞も全部スパイですね。追放するとすれば何十万人でしょうかね。それら革新犯のスパイに騙されてるバカがどのぐらいいるかっちゅうと、26回参院選比例票、立憲677万人、共産362万人、令和232万人、社民126万人、合計1397万人、ほぼ1400万人ですね。東京の人口ぐらいがスパイに騙されてですね、我々日本人、超個体の首を絞めていると。ダメだが、マシな自民党だけで1826万人なので、かろうじて、維持してるって感じですよ。普通を、国家が。スパイの言うことをことごとくですね、それおかしいって批判して騙される人が増えることを阻止しないとやばいですね。まあまあテレビ新聞しか見ていない人は年々上から自然に、減っていくんで時間は我々の味方なんですけれども、つうかスパイ防止を作れよと。これがないと会見難しいですよね。どう考えても、いきなり会見っていうのは赤ちゃんに立って走れっていうようなもんで、まずは捕まり立ちしましょう。まずは歩きましょう。よちよちと。そっから走りましょうってなりますから、段階的にね、スパイ防止法の前に、嘘報道に罰則とか、NHK 民放の談合を規制しないと、ちょっと難しいんじゃないか。あとね、テレビ事業の新規参入なんかもやらしてですね、今の民放5局、と NHK の体制を崩さないとちょっとスパイ防止法とか会見とか難しいんじゃないか。どうせやろうとするとね、朝から晩までワイドショーが、ダメだダメだダメだ
絶叫しまくる死に物狂いでねやると思いますんで、まあ結局はメディアが一番のあの害毒であって、最大の国内スパイ組織ってことですかね、で我々が最優先で倒すべきはメディア、あテレビ新聞だよなと、いうことで11月23日祝日 NHK スクランブルでも渋谷でやります、皆様ご参加ください、よろしくお願いします、テレビ新聞どっこも取材に来ねえしどっこもニュースに、しないことをご自身の目で確認してください、詳しくは動画説明欄もっと見るをクリックしてください、酒井、海上幕僚長、これ海軍大将海事のトップ記者会見、11月15日レーダー照射と旭日機2つの問題が明確にされない限り防衛交流はできない、韓国政府レーダー照射なんかしてないし軍部が公式に発表しておりました、なかったことに、ネットの話最初はやってた言うてたやん、海上捜索に使っただけって言ってたよね、荒天の中人命救助のため全てのレーダーを使ったその際 FC レーダーもと言っていた、低空飛行したと言ってたじゃん、自衛隊機が異常接近したから照射したって言ったよね、レーダー照射は通常のルーティンワークとか言ってなかった、あの壮大な BGM 付き言い訳映像は何だったの、証言が2点3点どころじゃない、軍部が嘘つきって終わってんな、ちゃんと整合性取れるように嘘つけよ、こんな嘘つきと協力など絶対に無理、次はどんな嘘をつくのだろう、自衛隊が公開した映像は証拠映像はまだあの主張できる状態なんでやってないっていうのはまるっきり嘘なのは明白です、次から次へと思いついた嘘を無数にあのついてですね、相手を混乱させる韓国政府と韓国メディア伝統のですね、嘘弾幕っていう匠の技です。これ、意識してやってるわけでなく、脊髄反射で口答え、誤ったら死ぬで自然に振る舞ってるだけなんですけど、日本人には何言ってんだよ、機械に思えますね。米軍、取扱いマニュアル気にするな。大したことは言ってない。まあこれでしょうね。さすがのあの韓国軍部も、この嘘は無理があるって思ったのか、今後議論が必要だ。認識に食い違いがあるなんて、ちょっと弱気なことも言っておりますけれども、海軍大将、協力にはレーダーと旭日機の回答が必要。これをですね、なかった。根本から否定してんですから、協力しませんっていうことですね。日本軍と韓国軍は協力しませんっていうことですね。しかし、あの、やられた方が、あの、それはなかったっていうのは、わかりますけど、やった方がそれはなかったっていうのはあのあれじゃない、おかしいんじゃない、頭が、まあおかしいんですけど、そもそもあの竹島の住んでる新生の軍事敵国ですしね、軍事協力もそもそもそんなものどうすんだって話なんですよ、断交&宣戦布告、竹島奪還が正しい日韓関係と、あれほど言ってるのに、私が何年も前からその敵国が円安で苦しんでるそうです。韓国全国経済人連合会、全経連っていうらしいんですけど、まあ日本の経団連みたいなとこですかね。輸出額が 2.3 兆円減少した円安のせいで、我が国の安かろう悪かろうの売りが弱まっている。と発表しておりました。ネットの反応です。知らんがな。韓国の事情なんか知ったことか。産業が日本と丸かぶりしてっからな。だからマスコミが騒いでやがったんだな。テレビ、悪い円安が、ここが滅びるなら円安も悪くない。よく考えずに日本のせいにしとけばみんな納得するいつものパターンでは、円高推進の政権あったよな。パヨとテレビが利上げしろって言ってるのは祖国を心配してのことなんだよな。悪い円安って吠えていた連中は公安の監視対象と、円安こそ国益なのは帝国を破壊したがっていた民主党政権が円高を誘導してたことからも一目瞭然ですね、シンプルかつ正確かつ普遍的なので、今円安が騒いでる連中は帝国の敵、国賊、スパイってことですね、円安で物価高がガーって国産品買えよバーガー、なんであの輸出
じゃないや、輸入品だけで生活しようとしてんでバーって感じなんですけどね。まあまあ、すごい嘘つきで、敵国と仲良くするのは間違っている。と、私、思います。しかし、韓国軍部、すげえ発表したなって。これ以上、嘘つきって思われるのも別にいいんだな。別に気にしてないんだな、向こうは。まあ日本人なら気にしますけどね。嘘つきって呼ばれるのはね、嫌ですけどね。あっちはそうではない。そういう文化なのだ。ということを認識して、話聞いてないと、こっちの頭までおかしくなっちまうって話ですね。メール党員さん、大募集であります。11月23日のデモもよろしくご参加ください。デトックスジャパン。